奥野木忍は、日本の政治家。埼玉県川口市長。埼玉県議会議員。川口市議会議員を歴任した。埼玉県川口市出身。西川口幼稚園。川口市立中町小学校。川口市立中町中学校。埼玉県立浦ー高等学校卒業。1975年3月、早稲田大学法学部卒業。 1991年4月、川口市議会議員選挙に出馬し、初当選。1995年4月、埼玉県議会議員選挙に自由民主党公認で出馬し、初当選。2009年3月から2010年3月まで埼玉県議会議長を務めた。2013年12月25日、川口市長の岡村幸四郎が、旧成人不全のため在任死去。 翌年の2014年1月14日、奥の木は川口市長選挙に出馬するために県議を辞職。2014年2月9日に行われた川口市長選挙に自民党と公明党の推薦を得て無所属で出馬。3人の候補者を破り初当選。投票率は27.32%で過去最低となった。同日、市長に就任。 2018年2月4日に行われた川口市長選挙では、再び自民党と公明党の推薦を得て、無所属で出馬し、共産党が推薦、社民党川口総支部が支持する元埼玉県議を破り再選した。投票率は22.9%で、過去最低を記録した。ありがとうございます。